ザクを倒して必殺技をためよう。ザクを倒しての必殺技、倒しての必殺技につなげる。やっちまえ。内側から破壊。石発射。やべ、失敗。やばい。くるくる。キャッ、よし。内側から攻める。あなたは。ようやく倒せた。砕け散ってどっか行った謎の少女、やはりボスっていうか敵だったか。なんだ、私によく似た少女。世界が変わっていく。え？え？また牢屋に後戻り、戻ったか。牢屋に戻りました。夢、もうちょっとで25になるぞ、25日になるぞ。クリスマスイブ、元の時間に戻された。アヤ、3日前のスパニッシュハーレムに行ってほしい。戦死したクレイを取り戻したい。戦死？3日前に？そんな作戦はビューローが承認せんな。こいつは危険なモンスターだ。いつ裏切るかわからん。まるで幽霊を見る目だな。ボス、やめてくれ。データ収集は大切か。貴様の遊びには付き合えん。頼む、大事な時なんだ。今クレイを欠くわけにはいかない。あや、化け物扱いか。場所を変える。監視対象に聞かせる必要はない。それにまるでツイステッドだ。よし、お、BP 入りました。いやー、結構時間かかったな。1時間ぐらいかかってるな。よし、ね、まあいいや。じゃあ次進みましょう。1600か。レベルが7に上がりました。 OK、 セーブしましょうか。
よし、エピソード2か。オッケー。あ、違う。ネクストって書いてある。よし。行くぞ。エピソード2が。今からエピソード2の始まり？終わり？あ、エピソード2か、今から。終了次第バベルに潜入、ビッグオーブを撃滅する。以上だ。分かったな。了解しました。目標はクレイの救出およびビッグオーブの破壊。なんで目標が増えるかな。組織もコード通りに動けば楽なんだけど。文句があるなら出世しろ、いけるな、アヤ。問題ありません。ボスはここを潰して元のキャリアに戻りたいだけ。過去を変えられるなんて絶対信じてないよ。やってみせればいい。アヤは必ず証明してくれる。プレッシャーがかかります。クレイの代わりはガブリエル。あれ、3日前の私の体を貸すからクレイを助けて。こいつ死ななかったか、死んでなかったか。あや、今頃私の魅力に気づいた。いや、お前を死体で見たんだよ。はい。お前を死体で見たんだよ。ガブリエルとの射撃演習、あやの1勝29敗だっけ。一つ勝ったでしょ。うん。あなたならできるわ。へへ。ちょっと服がボロボロです。見て、服ボロボロでしょ。直すと、これね、まだわかんないね。直します。はい、300円で直しました。セットしました。ここはレベル、あとはレベル高くないと無理だろう。そうじゃない。お、いけた、いけました。 OK。 こちらもいけるんじゃない。これでいいかな。新しい武器入ってますか。新しい武器入荷してますか。特にないな。よし、いいや。多いね。これ何がいいのか分かんないんだよね、俺ぶっちゃけ。たくさんあるけど。これチップ、チップ今いくつあんの。でもチップゼロって書いてある。まあいっか。ちょっとまだこれ使いこなせません。俺は。3日前のこと教えてください。きっかけはスパニッシュハーレムのバベルが攻撃を受けたこと。誰がやったか未だにわからないんだけど。軍と FBI は反撃への抗議とみて我々と共同戦線を張った。それでクレイが。甘く見てた。敵に未知のタイプが出現したんだ。データベースに検索をかけても影も形もないやつで、撤退命令が出た時にはクレイの命はもう。そんな。ごめんね、ボスの横やりでビッグオーブまで任務に入っちゃった。なんとかクレイだけでも助け出して。
じゃあこっちじゃない。確認する。目標地点は3日前のスパニッシュハーレム。こっちにいたか。作戦目標はビッグオーブ撃滅およびクレイの救助。まずはスワットの隊員にオーバーダイブしろ。確認する。目標地点は3日前のスパニッシュハーレム。作戦目標はビッグオーブ撃滅およびクレイの救助。まずはスワットの隊員にオーバーダイブしろ。はい。作戦が嫌になったら無理に続行する必要はないぞ。さっさと仲間の巣まで逃げ帰るんだな。仲間の巣？バベルとかいう怪物の巣だ。 CTI の運営には連邦警察の捜査官や議官を千人単位で増員できるほどの莫大な国家予算がつぎ込まれている。貴様らの過去を変えるなどという妄言に3億人の血税が使われているのをせいぜい忘れんことだ。あんまり好かれてませんね。まだ話しかけるな。なんか様子が変ね。まるで久しぶりに会いましたみたいな。一度お前の死体を見てるからな、俺は。そんなことありません。怪しいわね。まあいいわ。いつもみたいにライフルで守るのは無理だけど、ナビでバックアップするから。お願いします。私は3日前にスパニッシュハーレムにいたから、状況は誰よりも分かってる。オッケー。私が目になる。アヤが引き金を引くのよ。はい。よし。ちょっとね、アヤの声がね、可愛い、可愛いらしい声なんだよね、俺からすると。よし。まあとりあえずこれで行ってみましょう。3日前、うん、12月21日だな。よし、行きましょう。スワット、危ない。まずは地上でスワットチームを支援。その後ガブリエルの体にオーバーダイブする。スワットと合流して、ガブリエルの3日前のガブリエルはヘリで狙撃任務に当たってる。体にオーバーダイブ成功させれば状況は流動的になる。クレイの生存を確認しつつバベル攻略を狙うよ。遠すぎてなかなか当たんないな。うわっ、うわうわうわ、結構たくさんいる。あー、やばい。ちょっと待って。おい、数に物を言わせてくるタイプか。しかもこの音楽、この音楽、パラサイトイブの音楽じゃない。そうだろう。懐かしいな、パラサイトイブの時の曲だろう。いやー、いいねこの音楽、懐かしい。どこ？
硬い、かなり硬いぞこいつ。ギリギリでした。改造が効いたか、改造が効いたかな。スティンカーの組織的な攻撃？そう、それも突然。最悪よ。ガブリエルも失敗した任務だ。覚悟しろ、アヤ。ウォーグを破壊か。主任。用心しすぎるぐらいでいい。そうすれば死なずに済む。アヤ、君の代わりに用心はできんからな。行きます、お願いします。さっさと合流。よし。一斉発射、一斉発射。目標に照準。ボームの破壊。一斉発射、一斉発射。お願いします。え、待って、なんかいる、なんかいる。さっきの硬いやつ、硬いやつ。目標に照準。さっきの硬い敵、硬い敵。狙って狙って。お願いします。みんなあれも狙ってくれ。目標に照準。オッケー。やばいやばい、これ硬いやつだ、硬いやつだ。やばい、仲間が、仲間がやばい。これを使え。これを使え。これを使え。いい盾、いい盾。お願いします。やべい。目標に到達。ダメだ。え、どうした？いや、ギリだったな。カットシーン入って。背中を見透かすような瞳を
みんな怖がる。いました、 PSG-1 か。私には分かる。あれはスナイパーウルフと同じ PSG-1 じゃない。世界に置き去りにされた迷子の少女の目。さあ撃ち抜いてくれ。私はアヤを守ることにしたんだ。さあ撃ち抜け。何があってもね。その PSG-1 で、えい、本当アヤ死ぬとこだったよ。かっこいいスナイパーウルフだ。ガブリエル、体を借ります。優しく扱いなさいよ。傷物にしたら許さないから。あ、これでスナイパーライフルを使えとかいう、そういうこと。今アヤはガブリエルになってる。うわ、スナイパーライフルを構えてスコープを覗いてみて。わかったわかった。でいい感じ。あとは真ん中にターゲットを捉えて撃つだけだよ。あ、仲間が、どうした。あ、当たった。やったね。よし、バベル攻略に移行する。スワットの一隊が地上で待機中だ。オーバーダイブしろ。準備はいいね。なるほど、ヘリに乗り移って次は地上部隊に合流と。あや、聞こえる？あとは頼むわ。主任、聞こえてます？クレイを助けるためにボスを説得してくれたそうですね。クレイは家族だからな。家族？意外にボス連戦続きますね。主任はなんて？こっちは聞こえないの。家族だからって。ファミリーね。ファミリー。主任が独身主義のくせに。ガブリエル、聞こえてるぞ。PSG-1 が手に入った。そうじゃない。5発か。全部4つ持てんのか。なんかね、こうやって標準合わせた後にこうやると確実に狙えるっていう話だぞ。ハンドガンで狙いをつけた後に武器変えると、そうすれば標準は合ってるらしい。ここじゃ全滅だ。援護を頼む。スティンカー来たな。霧に気をつけろ、猛毒だ。霧に触れないよう避けながら進んで。何それ、ゴーゴー。何あの毒の霧。あの霧は最悪だぞ。ハンドガン改造済みだからな。パズに一体だけ動体反応の違う個体が毒霧を放っているのはそいつかもしれん。あや、データを転送するよ。スナイパーライフルのスコープを覗いてみて。待って、まだ来る。すごいいる。狙撃犯は何やってんだ。狙撃犯俺だが、いた。他いるか、ここが分からん、ね、スナイパーライフル動かすのがきつい。弾切れたよ。弾切れ。
弾切れだよ。弾切れですよ。あ、一応いけるわ。あ、一応大丈夫。これでもいけるよ。狙えないことはない。狙撃者は何やってんだ。狙えないことはない。で、これでいつまでこいつら倒すんだ。これもいつまでも持たないぞ。クラック狙撃者は何やってんだ。いつまで倒せって言うんだ。これここから先は進めない。毒斬りで進めない。ハンドガンでどうにかするしかないか。え？まだある？待って、何か？空？狙撃者は何やってんだ？ここはどこいる？分からん。覗けねえんだよ。分かるか？俺の言いたいことが。どこにあるの？その狙撃者は何やってんだ。もうこいつじゃないんじゃない？あれか、あれか、あれか、ずーっと上にいる、あれじゃない？ちょっと見えたよ。どこいる？あれじゃない？こいつじゃない？ねえ、こっちはどうにかしたいんだよ。どうにかしたいんだけど、どこにいるかわからん。いたいた。消えた消えた。消えました。